いや、くみちゃん、はい、前回の、うん、悩み相談、恋愛相談、はいはい、これ結構反響あったんですよ。あ、そうなんですか。要はそのちょっとその後ねお便りいただいて、ごめんなさい、今日ちょっとあの間に合わなくて用意できなかったんですけど、はい、いや、おかげさまで、前向きな感じになってると、いう話も、はい、聞いてます。おー、はい、そしたらですね、今回ですね、うん、かなり、お便りをなんといただきました。はい、うんうんうん、はい、悩み相談、恋愛相談いただきました。はい、まあ、その中で、ご紹介できるのが、まあ、いくつか、限られてるんで、ちょっと抜粋させていただいて、はい、させていただきたいと思います。はい、はい、どうでした前回、すみちゃん。いやー、面白かったですね。まあ、なんかね、人生の先輩になった気分。はい、そうですね、結構、うん、まあ、僕的に上から目線で申し訳ないですけど、なんかあの的を得たいいことを言ってたかなって思ったんですけども。あ、マジですか。はい、あ、嬉しい。結構恋愛豊富なのかなと。いやー、はい、いろんな勉強しましたから。なるほど。そうですね、まあ、そんな経験をですね、はい、今回もちょっとビシバシと、はい、教えていただければと思います。楽しみです。はい、でですね、本日の、ゲスト、またスペシャルな、子たちを呼んでます。うん、はい、呼んでもいいですか。もう待ちに待ってましたから。はい、そうですね、はい、じゃあ呼びましょうか。じゃあゲストの方お願いします。お願いします。はじめまして、ひかるです。昭和生まれのピチピチ22歳から23歳になりました。はい、よろしくお願いいたします。素敵。ピチピチ。ピチピチだね。いいですね。そして、ゆきよちゃん。はい、私は平成2年生まれの21歳、ひくよです。よろしくお願いします。イエーイ。お、平成、あ、じゃあどうぞ。平成2年っていうと、ん、今何歳？今21歳。あ、21歳。で、ひかるちゃんが、私が23人。あ、23ですね。じゃあもう恋愛真っ只中な、くみちゃん。今回楽しみですね。いやー、楽しみ、ほんと。こういうね、ヘアスタイル。あ、本当ですか。 いすね、いやー、おでこが広いんで。いやいやいや、もうとんでもないです。じゃあもう時間もね、はい、あのやってくるんで、早速行ってみたいと思うんですけども、まずは、一人目、はい、千葉県、うん、これペンネーム言っていいのかな、ムクムクさん。すいません、申し訳ないです。はい、ムクムクさん、14歳、はい、男性ですね、うんうん、の方ですね、僕は、中学でバスケ部に入ってます。はい、はい、夏休みなので大会に向け他校との練習試合を頻繁にやってます。うん、この間隣町の中学と男女混合の練習試合をやりました。おお、なるほど。その時相手中学校の女の子がとても気になり、その子のことばかり見ていました。はい、はい、
あれから2週間が経ちますが、まだ胸のドキドキが消えません。これって一目惚れなのでしょうか。僕は彼女の名前すら、分かりません、どうしたらいいですか。助けてください。お願いします。とのことですね。学校は分かってるんですよね。分かってますね、もちろん、この場合は、はい、学校行きましょう。なるほどアタックしろと。そういうことですね。とりあえず下調べ、うん、学校にいるってこと分かってるんだったら、うん、とりあえず、うん、何かしらし、ね、つながりがあるわけじゃないですか。はい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 。そのつながりを探して、はい、その女の子の名前とかね調べたりして、うん、そこから始まるんじゃないでしょうか。なるほど。まあ、じゃあ久美ちゃん的には、うん、まあ学校行って調べて、うん、アタックしろと。そうですよ。あ、じゃないと青春にならないじゃないですか。もうちょっとじゃあ入り組んだことを聞いていきましょうか。ちなみにアタックの仕方はじゃあそう調べました、誰だか分かりました、うんうん、そしたらどうしましょう。平成的な考えだったらやっぱり、はい、携帯とか教えてもらったりとか。なるほど。昭和の考えだったら手紙を渡すとか、はい、手紙伝わるな。私手紙派ですね。いやいいですね。いいでしょ。はい、なでしこですねなるほど。まあそんだけ猛烈にアタックしろと、はい、うん、こういうことですね。忘れられないんでしたらやっぱりそういうことじゃないです。まあ男だったら行けと、うん、アタックしろと行っちゃう、こういうことですね、うん、ちなみにイキヨちゃん、イキヨちゃんどうでしょうですね。やっぱ中学生のういういしい恋だなっていう感じなんですけど、やっぱ学校が分かってるっていうのがあるので、私だったらその顧問の先生とかに頼んで、うん、もう一回練習試合を組んでもらう。そう思っちゃって。おー、いけちゃん、それ難しいんじゃないですか。難しいですかね。さすが。そしたらまた会えるじゃないですか。はい、うん、そこでちょっとアクションを起こして連絡先をやっぱ聞いたり、はい、それからやっぱ中学って他校、隣町とかだったら友達できっとつながってると思うので、はい、友達自体にこう探っていく、あ、うん、のもありかなと。恋を盲目って感じですよね。ひたすらとりあえずできることを頑張ろうみたいな。まあそうですね。ね。まあだけどその先生にこのムクムク君のために練習試合まで組んで、もし そういう先生がいたら素晴らしいですよね。え、中学生ですよね。中学生です。ね、名前おかしいですよね。まあそうですね。まあその辺は久美ちゃん、はい、そうよね、あれですよね、おませさん、はい、はい、そうですね、なるほど。ちなみに、うん、ひかるちゃん、はい、どうでしょう。そうですね、はい、やっぱり今ペンネームムクムクとのことなので、うん、やっぱムクムクしてるなら行くしかないなと思うんですけど、ね、はい、まあ、私は結構あの、うん、まあ、当たって砕けるタイプなので、はいはい、まずはもう会えるまで待ち続けますね。高温で古風ですが。なるほど、はい。で、ちなみに多分この男の子はおそらく、うん、やっぱりアタックしてなんか断られたらどうしようって不安もあると思うんだよね、うんうん、これは、うんうんうん、で、女性側からしてみてひかるちゃんどう、まあ、ちょっと眼中にないような、もしもね、ちょっと自分のタイプじゃないなって思うような人がこう他校でこの間どう思うって来たら、うん、どう、まあ、嬉しい、すごいやっぱ嬉しいですね。見方も変わるかもしれないですし、それに対してそこから発展する声もありだと思います。うん、はい、なるほど。結構男らしいというかね、サバサバしますね。サバサバして、うん、そうですね、サバサバして油乗ってないです。なるほど、しめサバ的なね。なるほど、サバはサバでもしめサバ的な、はい、誰も笑ってくれないっていう。いや、いやこれね、僕的に、はい、うん、まあ、確かに当然無論ね、アタックはするべきだと思います、うん、はい、するべきだと思うんだけども、やっぱりね、男側からするとね、なんかこのね、男から攻めなきゃいけないっていう、うん、なんかこう空気あるでしょ、男らしく生きなさいみたいな。そうですね、とはいうもののね、うん、やっぱね、不安なわけですよ、これがまた不安。振られたらどうしよう、何したらどうしよう、嫌われちゃったらどうしよう、例えば何お前誰と言われちゃったら、もうねチーンみたいな感じだから、その不安もね、やっぱ同じ男性として、まあ男らしくないって言われたらそれまでだけど、だからね、これね、僕出ました、結果皆さんの意見を聞いて、はい、上での結果出ました。もちろん行きます、はい、アタックします。これはアタックするんですけど、まずは行って、この間、はい、練習試合で会ってすごい気に入りましたと、可愛いです、うんうん、ね、
もしよかったらいきなりじゃあれなんで、ちょっと連絡先交換させてもらって、うん、からの、ちょっとうん。お互いを、よく知っていければなと思ってんだけどどうかなみたいな感じで、はい、まずそこ第一線を行くと、なんか大人の意見ですね。だってこれ一番、まあ、ずるいかもしれないけど、これが一番きっかけじゃない、うん、だって最初そう、ね、ひかるちゃんがさっき言ったみたいに、うん、もしかしたらあれだけど、でもそこから発展するかもしれない、全然興味なかったとしても、うん、発展するかもしれない。そうですね、うん、でアピールする、うまくアピールする、ガツガツ行くんだけどガツガツ行かないみたいな、うん、どうかな、これいいでしょ、この駆け引き、やだ押して引いてね、うん、14歳でそんなことできるなんて、いやもう怖い、このね、もしそのミッションが成功したらね、うん、ムクムク君が20歳になったらちょっと楽しみだね楽しみ、ちょっと楽しみだね、プロフェッショナルだよね、ホストクラブあたりで、ね、結構もう駆け引きバンバンやっちゃってね、うまそうですね、まあまあちょっと脱線しましたけど、うん、でも結果あれですね、うん、押して引け、押して引け、はい、じゃあ皆さん行きましょうか、はい、行きますよ、せーの押して引け、イエイイエイイエイ、はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、行きましょうか、あ、ダメだよとか来てますね、ダメだよとか、それは言ったらダメ、めめしくてもいいじゃないってことですね、あ、はい、ミッション、ホストとかね、うん、まあ、ほんとね、こうそう、めめしくてもいいんじゃないかなと思うね、やっぱ男も人間だからね、その下にね、藤本さん、うん、男らしいって書かれてるんですけど、いやー男らしいね、ほんとにいいよ、うん、結構ひかるちゃんもね、男らしいね、よかった、淡白なタイプそうだねいやいや、ついてないけどね、ついてないけどね、うん、結構ズバッと言うからね、生放送だけだから、昭和の女がね、感じでそうだね、ひかるちゃん、あれだね、俺たちはちょっとあれだね、控えめな感じになっちゃってるね、いや結構ズバッと言ってますよね、佐藤さん、言ってます、うん、言ってますはい、じゃあズバズバと行かないとまずですね、はい、ズバ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 、はい、はい、じゃあ続いて、はい、埼玉県、うん、17歳女性、ほう、ペンネームまなみんさんですね、うん、17歳、私は今高校3年生です、大学に進学するため予備校にも通い勉強漬けの毎日です、うんうん、そんな中先日クラスメイトの F 君に俺と付き合ってほしい、お、俺と付き合ってほしい、うん、と告白されました、実は私もずっと前から F 君のことが気になって、いましたが、正直私には恋愛をしている時間が、ないので断ってしまいました、はい、はい、しかし告白されてからというものの、余計に F 君が気になってしまい勉強に集中ができなくなってしまいました、どうしたらいいのか教えてくださいってことですね、はい、難しいね、うん、勉強を取るか恋愛を取るかと、うんうん、これは、はい、とりあえず勉強しましょうか、あ、とりあえず、勉強第一で、勉強が落ち着いてあとでもいけるかなと思います、うん、なるほど、うん、はい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 、はい、まずは大事なものをちゃんとやってから、そうですね、もともと自分がだって大事だって言ってるわけですから、うん、はいはい、勉強がね、うん、うんうんうん、でも気になるわけですよ、それもやっぱりぬくめつつね、なるほど、男らしい、せこいやり方だけど男らしい、はい、なるほど、佐藤さん逆にどうです、いや僕はですね、こうなっちゃったら、うん、もう人間どうしようもないです、僕的な感覚で言うと、うん、だから勉強をしっかりしたいんだったらこっちをはっきりさせなさいと僕がそういうタイプです、はい、だから言ってズバッと、いや実はあれだったと、付き合ったと、だけど今勉強に集中したいし、うん、で私の気持ちはもう間違いなくあなたのこと好きだったと、うん、俺は相思相愛だと、お、ただお互い勉強をがっちりやった上で幸せになろうと、うん、言って意思疎通を取って、うん、前に進むなかなかすごい、そうするとですよ、はい、そうするとですよ、はい、これあ、私にはこれ受かったら頑張ろうと、ね、頑張ろうと、頑張って進学しようと、はい、で勉強も倍進むとで進学した暁には、はい、F 君との、うん、ファンタジーなファンタジーな生活が待ってると、あ、ディズニー的なね、ディズニー的な感じが待ってると、はい、これ一番いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ両方取るってことですね、やっぱり、まあそうです ね
はい、僕はずるいんでやっぱどっちも、はい、行きたいんですけども、はい、ひかるちゃんどうでしょう。はい、はい、同じ血が通ってるんじゃないかなってぐらい結構似てる。なるほど、なるほど、はい、やっぱりあの恋愛ってあのパワーじゃないですか、はい、だから、勉強の例えば勉強の時間を1時間削って恋愛に回すとしたら、はい、それの5倍ぐらい、うん、多分勉強が進めば、うん、一石二鳥かなと思うんですよ。ベストでね、はい、ずるいので、まあまあそうね、まあね、プラスな考え方を、うん、なるほど。そして生きよちゃんは、そうですね、でも私も割とそのタイプですね、はい、なんかもう、うん、気になっちゃって勉強が手につかないんだったら、はい、やっぱそっちをはっきりさせた方がいいなっていうのがあるので、うん、まずまあ、うん、行って自分の気持ちを素直に伝えて、うん、で F 君もクラスメイトってことは同じ受験生じゃないですかきっと、はい、なんできっとその勉強しなきゃっていう立場は、はい、そういう状況は F 君も分かってくれると思うので、はい、お互い励まし合って、はい、勉強を頑張れたらいいんじゃないかなって思います、うん、ちなみにこれ例えばそのじゃあやっぱり私もこうだっただったって言いに行った時に、うん、F 君にいやもうせえよチーンみたいな感じ言われちゃったらこれ勉強も恋愛も全部失うことになってしまいますよね。これその辺どうでしょう先生。はい、いや勉強は全然いけるでしょいきます、全然いけるでしょ、すごい落ち込んでてふざけんじゃないわよってなると思う。ああ逆切れすると思う。なるほど、うん、はいはいはい、だったら私いい学校行っていい男捕まえるわよ。あ、みたいな。なるほど、はい、開き直りっていう言葉がね、うん、この世にあるので。なるほど、はい、前向きってやつですねポジティブってやつですね。そう、はい、でもネガティブの人だったら、うん、友達にね頼るしかない。うん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 、なるほど、はい、っていうことは結果これどういうことになりますかね。キムちゃんこれは振られるのが怖いんだったら我慢しろですねいやー男だね、藤本さん、藤本さん。どういうことですか。いやまあ素晴らしいってことですよ。あら、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、はっきりしてるってことですね。はい、何でしたっけ、何でしたっけ。振られるのが怖いんなら、はい、我慢しろ。振られるのが怖いなら我慢しろ。我慢しろ、はい、じゃあそういうことでいきましょうか。はい、じゃあせーの、振られるのが怖いなら我慢しろ。いやイエイイエイ。まあそうっすね、うん、まあそうっすね、もう悩んじゃってますもんね。だってそうよ、うん、悩んじゃってる時点で、はい、まあもう解決していくしかないもんね。そうですね、うん、勉強も手つかないし。そうよ、だけどそれが怖いんだったら、うん、我慢せんかいと。そういうことですよ、うん、できないんだったらくじくじすんなと。そうですよ、なかなか手厳しいあれですけどもゆきよちゃんね、手厳しい先生からちょっと手厳しいあれが来たんですけど、でもこれマナミンさんのためですもんね、はい、そうです、大事な時期なんで、うん、フラ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 しててもしょうがないですからね。そうそうそう、これは、うん、まあ、別にやめろってね言ってるわけじゃないから、うん、ただ我慢だけ、うん、そうですね、うん、でももうこうぶっちゃけ、メンバー、全員がこの大学合格に、はい、ですね、期待して、うん、お祈りしてます締めがおかしくなっちゃったけど、締めおかしいことになったけど、うん、はい、次行きましょう。はい、次行きましょう、次行きましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、神奈川県26歳女性、ペンネームパコパコさん。これほんこれパラグアイが好きなんですかねあ、なるほど、パラグアイですね。パラグアイ的な感じがね、はい、南米パラグアイですね、はい、はい、まあそうでしょうね、はい、はい、多分全員同じ方向性で想像してたとは思うんですけど。そうです、はい、まあまあでもちょっと内容ね、はい、聞いてみましょうよ、うん、私は恋愛依存症です。おお、これは怖だよ、これ典型的な、はい、恋愛依存症です、はいはい、しかも、うん、同時に多数の男性と恋愛をしなければ生きていけませんこれレベル高いですね僕こういう好きです、こういう質問好きです、はい、恋愛をしていただければ生きていけません。はい、今現在なんと6人の男性とお付き合いをしています。え、週6全員違うってことですか。まあその時間配分はちょっとどうだか僕もわからないですけどもはい、現在6人の男性とお付き合いをしてるみたいですね、はい、あら大変。はい、
からの下は20歳から上は58歳まで、うん、あら幅広い幅広い、さまざまな年齢の人とお付き合いしています、うん、人は恋して異性と交際をすることで学び成長していくものだと考えています、うん、特に女性は恋愛を重ねることで、はい、美しさが増していきます、はい、うん、すなわち一生のうちどれだけ多くの恋愛をしたかで、うん、女性の一生は決まるものではないかと考えています、うん、友人は誰一人私の考えを理解してくれません。理解できません私は異常な女なのでしょうか。こういうことです。いやちょっと感性が優れすぎたんでしょうね。いやそうでしょうね。はい、この方はパコパコさんですか。すいません、もしパコさん、僕すごい深い方だと思いますね。これはもう男性の方が、はい、ね、うん、分かってあげられるんじゃないですか。まあそうですね。まあでもちょっとね、聞いてみましょうよ。はい、はい、ゆきよちゃんどうですか。びっくりですね、まず私はあまり恋愛依存とかしないタイプなので。なるほど。すごいなっていうのがまず感想なんですけど、はい、6人、うん、6人は、はい、その男性の方は知ってるんですかね、それを。いや、まあ、知らない程でいきましょうね。知らない程で、知らない程で、知ってたらだいぶだいぶいろんな問題が起こったんでね。昼ドラになっちゃうんですね。はい、すごい、はい、はあ、答えられない。答え、ね、なんかまあ、ちょっと世界が違うというかびっくりしちゃってるんですけど。そんなこと言ってね、ゆきよちゃんもしかしたら7人いるかもしれないからね。そんなそんな7人あ、上を行きますか。まさかのですか。まさかの。くみちゃん大丈夫、明日の朝ごはんのこと考えちゃってたんじゃない、今大丈夫。くみちゃん今ぼーっとしてね、今見たらなんかぼーっとしちゃったか。次元をね超えましたね、戻ってきましたんで大丈夫です。まあ、4次元、はい、4次元に行ってたってことね。はい、大丈夫、私は結果を、私は分かりました。なるほど、はい、まあ、じゃあちょっとファイナル最後でね、うん、ちょっとこれヒカルちゃんにちょっと聞いてみましょうよ。ヒカルちゃんお願いします。6人ですか。6人ですもんね、はい、複数形ですもんね。はい、複数図です、はい、点図です、はい、寂しい、極度の寂しがり屋、はい、うん、なんでしょうね。私も気持ちは分からなくもないので、うん、やっぱり3人は欲しいなって思ったことは昔あったので。なるほど、おー、はい、なるほど。この人はここがいい、はい、でもあの人は ここがいい、でも、はい、全部が整ってる人なんてなかなかいないので、まあ、なかなかいないね、うん、その欲張りしちゃいたい気持ちは分かりますね。この6人はすごいです。あー、じゃあつまりひかるちゃんはこの人の気持ちは分かる。全部が全部ではないですけど、うん、3割4割ぐらいならなるほどな、なるほど、理解できる部分はあります。決して異常ではないと。異常ではないと思いますよ。はい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 、女欲というか女性の欲というんですかね。だんだんひかるちゃん像が見えてきましたね。そうですね、だんだんひかるちゃん像が見えてきましたね。寂しがり屋さんですね。そうですね、かわいい。なるほど、うん、ちなみに僕はですね、はい、無論共感できるところあります。これ多分人間であれば共感できることはあると思いますね、うん、はい、やっぱりこの人とも付き合ってみたいし、はい、この人と付き合ってみたいしって願望は必ずやあるはずです、はいはい、ただ実行するか否かはその人の理性なんで、これは、うん、こればっかりは、はい、ただですね、日本語は素晴らしいもので、はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、三つ子の魂100までという言葉があるんですよ。お、難しい言葉が、はい、つまりですね、はい、この方はパコパコさんは、ほう、きっと幼い時から、うん、人の持ってるおもちゃも、うん、これ私のもの、うんうんうん、お前が持ってるのも私のものっていう、そういうのがあったんじゃないかなと。そういう節もあると思いますね。やっぱり繋がるもんですかね。つまりこれは我慢ができないってこと、はい、願望はみんなありますから。なるほど、うんうん、もちろん僕にもありますし。そうですね、はい、はい、我慢ができないんで、うん、6人いないと満足いかない、はい、っていうことじゃないですか。おー、ただ人に迷惑をかけなければ僕はいいんじゃないかなと
思います。6人の男性はこの人のパコパコさんのことを好きで、はい、6人いようが、はい、60人いようが一緒にいたいというつもりがあれば、はい、それはあとは男の器量になってくるわけですよ。器量、はい、その子を自分に向かせると、はい、一人にさせると、はいはい、だからまあ一概に異常ではない、まあ、僕ひかるちゃんとちょっと同じかな、うん、だからかなと思いますね。どうでしょう先生。私ですか、はい、私ねなんかこれを聞いてて、はい、思ったのが、はい、寂しがり屋なのはもちろんなんですけど、はい、この方自身が一途に愛してないんだと思う、うん、全部が軽いの、うん、なるほど。だから軽いからなんていうのあっちにもこっちも行っちゃうの、うん、だったらもう異常だと自分で聞いてくるんだったら異常じゃないことをすればいいと思う、うん、なるほど。真実の愛っていうものを探せばいいと思う。てか探そう。スタジオがシーンと今あれすごくあのシーンと今寒かった寒かった。いやあのねすっごいなんか深いあのまさかのすごいなんかズザーっていうこう多分あの男性諸君はズザーっと今来た感じだと思うんですけど、ちょっと寒いトーク。いやまさかの来ましたね。心に響きました。響いた。いける、はい、画面黒いけどいける。大丈夫だと思います。はい大丈夫だと思います。はいやった。なるほど。ってことはでもなるほどね。真実の愛って難しいと思う。でもそうなかなか出会えないけど、その出会えた時、うん、この人変わる。僕ねでもね一回ね、うん、別でこういう、うんまあ、恋愛依存症っていうか複数の人間と付き合いしてる人っていうのはね、あの結構話したり友達でもいたりするんだけども、うんうん、その話聞くとやっぱねどの人も本真剣に愛してるっぽいんでね。あさっきひかるちゃんが言ったみたいに、うん、例えば、まあ、ちょっと分かりやすい体で言うんだけども、うんうん、例えばこっちの人は顔が好み、うんうん、でこっちの人は、何が好みとか、うんうんはい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。すいません大丈夫ですか、はい、何せ生放送なんでちょっといろいろ、ねはい、トラブルなんですけども、はいまあ、そういうなんていうのかな、はいはいどれもなんていうのかな、うんだから我慢ができないのかなって思うんだけど。いや我慢すればいいじゃないですか。まあ我慢しようぜ。すいません本当ね。あまあまあそうですよね。まあモラル道徳で言ったら、うん、まあそうですよね、うん。でも我慢できないっていうのは分からないことないですね。じゃあ例えばこれ、うん、他の男性が別に俺は6番目でもいいんだよね。うん、って言俺5番目でもいいよ、うん。できれば3番目がいいんだけどっていう。あわよくば。あわよくば。はい。それはいいんじゃないですか。了承の上でも、はい、やっぱり一番になりたいじゃないですか。みんな一番、はい、でもそんな風にされてたら男性も雑になっていくと思う。なるほど。でも意外にねこういう人6人いる人も相手の男性も他に5人いたりとかっていう バージョンもあるんでね。なんか頑張るねみんな、うん、バージョン、まあ、じゃあ結果どういう感じにしましょう。世の中は世紀末これどうですか。あ、2011。まあでもまあちょっと縁起悪いからね世紀末はやめておきましょうか、はい、まあ結果まあありだと、うん、あなしクイちゃんなしだもんね。いや我慢ありだと思う。ありなんだけど、うん、やりすぎると自分の体がかわいそう。心がね。そうだね。まあ男目線から言わしまえばその女性としてやっぱりその女性としての価値っていう言い方したらちょっと言葉選べなくて申し訳ないんだけども、うんうん、やっぱりそこの辺がねちょっとねちょっとあれってなえる部分が出てくるんで、うんうんまあ、できることであればそこの辺はちょっと道徳に沿って、はい、モラルに沿って、はい、なるべく一人の人を愛しましょうと。純粋にね、うん、そうですね。相手の気持ちになって考えるべきだとですね、これはそれは大事だと思います、うんはい、自分が6人いたらどうなるんだと、うん、6番目だったらどうなるんだと。いやですよね、うん、そういうことをちょっと考えて今一度ご検討くださいと。そうですね、はい、すなわち思いやりってことですねどうでしょう素敵、はい、思いやりですね。思いやり、はい、じゃあいいですか。はい、いきますよ。じゃあせーの、思いやり、イエイ。うん、パコパコさんすいません、ちょっとねこう明白なことが言えなかったかもしれないですけども、うんうん、
まあ難しいですこれは。なんか今回のなんか、はい、前回に比べて難しくないですか。あれね、コアなんですよ。うん、はい、コアコアコアそうです。でもだいぶあのピカルちゃんはなんかさっきから流れ流れてる恋愛少女ですね。いや結構経験しますよ、うん、結構経験しますよ。いいこと。あの育ちは北海道みたいなんで。あ、はい、だから白いんだ。あ、なるほど。さっき書いてましたもんね。うん、ひかるちゃん白いって書いてあった。さっきまるで私が黒いみたいじゃないですか。いや多分ね俺がね黒いんだ。俺もみんな、ね、ちょっとすいません。なるほど。夏のバカンスでちょっとすいません申し訳ない。佐藤さんを比べたら、いや申し訳ない、みんな白いと。はい、申し訳ないですね。次、はい行きましょう。はい、はい、こちらですね。はい、東京都、うん、31歳女性、ほう、ペンネーム天の川、うん、天の川さん、天の川さん、はい、これまたコアですよこれ。離婚して3年が経ちます、はい、子供はいません、うん、20歳で結婚した私は、うん、元夫以外男性経験はほとんどありませんでした、うん、はい、先日会社の後輩 T ちゃん、うん、22歳と飲みに行った時の出来事です。はい、来たね、昼ドラだねこれ。出来事です、はい、仕事の話などで、はい、盛り上がり、ほろ酔い気分で店を出ると、うん、若い男の子2人にナンパされました、うん、あ、はいはい、私なんてもうおばちゃんだしと断っていたら後輩の子がノリノリで、うん、一緒にカラオケに行こうと言い出し、私は T ちゃん1人で行かせるのが心配で、うん、仕方なく、保護者のつもりでついていきました、はいはいはい、しかし若い子たちの勢いにつられ、うんうん、いつの間にかベロベロになり、お、はい、そのまま流れるようにラブホテルへ行ってしまいました。ありゃ、こんなこと生まれて初めて、なので自分でもびっくりしています、うん、はい、私は軽い女なのでしょうか、クミちゃんにもそんな経験はありますか。教えてください。あ、はっきり言うとないです。あ、なるほど。即答だね。ないですけども、こういうのってやっぱり2パターンありますよね。いや、まあ、楽しくてね、もういいよいいよ行こうよみたいな、うん、でもそれを後悔するんだったら、うん、もうやっぱりね守るしかない自分を、うん、ほいほい行っちゃいけない、うん、なるほどね。お酒の席って怖いもんね、うん、なるほど、うん、はい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 。ちなみにゆきよちゃんどうでしょう。いや、これは自分の意思でっていうかお酒が入ってたので、はい、軽いわけじゃないかなとは思います。軽いわけなのかな。軽いですかみたいなですよね。そうそうそう、これはありですかなしですかっていうか、あ、そんなけ軽い女なんでしょうかってことだね。なのでなんかもう自分からそういうのを好んでホイホイしてるんだったら軽い女だなって思っちゃうんですけど、うん、この場合はもうなんか自分でもそうするつもりなくて、うん、お酒が入ったためそうなっちゃったので、はい、うん、なんか軽いわけではないかなとは思います。ただ後悔するならやっぱお酒を控えたりとか、うん、そういうのは気をつけた方がいいかなと思いますね。なるほど、そういうことですね。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。ひかる先生。おお。先生、軽い、うん、軽いってこれがもう毎日毎夜毎度だったら、うん、本当にもうから軽いもうチャラになってしまいますけど、うん、はい、なんでしょう、うん、やっぱ男女でお酒を飲むってことは、はい、ある程度のやっぱり覚悟って必要だと思うんですよ、うん、はい、あのもしかしたらっていう、はい、はい、はい、まあわよくばですよね。だからあわよくばですよね。だから、うん、まあ、なので多分、まあ、本能なので、うん、はい、あの、まあ、一度だけなら、はい、あの楽しんだと思って水に流せばいいかなと思いますけれど、うん、癖にならないように、うん、すれば大丈夫かなと、うん、経験ですと思いますけど。なるほど、なるほどですね。姉さんどうでしょうか。遊びましょうか、ね、なるほど。離婚したしお子さんいないし、はい、遊びましょう、はい、と私は今考えてました。あ、じゃあ別に軽いってわけじゃない。ただ経験が遅かったっていうだけじゃないですか。あの今まではそれなかったってことですか、うん、うんうんうん、はい、今まで真面目に生きてきた分、うん、ね、やっぱり吹っ切れる部分があるわけじゃないですか、はい、年齢的にも、はいはいはい、でも全然遊んでいいと思います。うーん、これからはね、うん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 、
でこれが失敗だというんだったらもう失敗なんでしょうけど、うん、でも経験にはなるわけですからもちろんですね、はい、いいと思いますけどね。なるほど。どうです。いや僕はですね、はい、ちょっとすいません手厳しくなっちゃうかもしれないですけども、はい、天の川さん、うん、ちょっとずるいと思います。この人は、はい、ずるい。天の川さんちょっとずるいです。ずるい。これは、うん、要は被害者だっていうようなことを書いてますんで、あ、はい、要はね、その子が後輩が行っちゃったから私もついていったんだよと、うん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 、お酒飲んじゃったからしょうがなくラブホテル行っちゃったと、うん、それってどうなんですか。おそらくまたやります。はい、同じことすると思います。あ、同じような言い訳で、はい、すると思います。あ、天の川さんが、まあ、ちょっと人生の講釈を垂れるように大変申し訳ないんですけども、うん、この場を借りましてちょっと言わせていただければ、はい、私佐藤正人がちょっと言わさせていただければですね、まずこの紙手紙でお便りいただいたときに、うん、本人天の川さんが、うん、いや言語道断これは私はやっちまったと、うんうん、私が悪いと、はい、だって私がお酒飲んで行っちゃってんだから。そうですね、まずここを、うん、自負できれば、はい、おそらく同じような悩み事のにはならないと思います。はい、はい、そしてじゃあ今後どうするか。天の川さん、僕はいいと思います。久美ちゃんと一緒で、はい、遊ぶことも何することもいいと思います、うん、やることをやってる、はい、自分自身に生活やることやって仕事をして、うん、遊ぶことはいいと思います、うんうんうん、はい、ただし、一線を越えないように自分を大切にしなさい。一線、はい、酔った勢いでラブホテルに行っちゃったっていう大丈夫ですか大丈夫ですか今すっごい僕いいこと言ってた場面なんですけど大丈夫ですかね。やるくしゃべる大丈夫ですか。大丈夫です。どこまで入るんですか。そうですね、だからこの一線、ね、を越えなければ、越えなければいいんじゃないかなと。だからもうちょっとね、こうなんつうんだろうな、女性としてね、うん、ハイレベルになってもらいたいですね。いい女ってことですか。はい、過去は過去なんで別にいいんですよ。何がそうですね、クラスに変えれば、うんうん、いいわけですよ。ただ別に出会いは求めるのいいわけです。年下だか年上だろうが別に飲むのもいいわけですよ、はいはい、ただそこ一線置いてやっぱりそのね、体をまあちょっとあれかなってね、ちょっとラブホテルはね、うん、ここでね飲んで酔っ払ったけども最後ピチッと、あ、じゃあお疲れっつって帰れるぐらいなメンタルって必要ですね。かっこいい天の川さん、うん、はい、そういう人には結構僕も惚れちゃう。おお、はい、結構でもそこまで行くのに時間かかりそうですけどね、はい、まあそうですね、考え方の問題ですからねこれは、はい、ただラブホテル行きたかったのかなっていうだけだったんですよね。声かけられて嬉しかったっていうのもありますよ。まあもちろん嬉しいでしょうね、それは嬉しいでしょうね、はい、浮かれたところは絶対あると思うから、でこれからですね、はい、ベロベロになりそのまま流れるようにラブホテルへ行ってしまいましたって覚えてるっていう、まあ、男性からしてみたらね、うん、みんなそうなってほしいっていう男性の人も数多いとは思いますけども、お、まあ、ただね、せっかくお便りいただいてますから、はい、この天の川さんのためにも、うん、もう少しね、地に足をつけて、はい、営業を正して、ほう、ボタンをかけ違えないように間違わないように遊ぶのはいつガンガン遊んでくれ。おしかし、しかし、じゃあお疲れって帰れる勇気と気持ちと心の思ってもらいたいということですね。なかなか熱い言葉ですね、はい、いやすいません、ちょっと私事で申し訳ない、はい、すいません。じゃあ結果どういうことですか、くみちゃん。これ結果、はい、いい女になれ。あ、素晴らしい、うん、素晴らしい。小野の小町になるってことですね。小野の小町また渋いところ行きますね。小野の小町になれにしましょうか、はい、なれにしましょう、はい、じゃあ行きましょうか、行きますよ、はい、せーの、小野の小町になれ。イエイイエイ。いやこれね、うん、楽しいな、これ楽しい、うん、楽しくなってきちゃったよ本当に。はい、次あります。実際だってあるこういうの、こういうこと今まで話したことさ、次行ってみましょう。はい、はい、埼玉県、32歳男性、ペンネームつよしくん、
あ、結構普通の名前。はい、つよしくんですね。はい、つよしくんの悩みは、はい、僕は今同棲と同棲しています。うん、うん、あ、だからつよしくんなんで、はい、男性と同棲しています。あ、はいはい、友達とってことですね。そういうこと、まあちょっと見てみましょうか。まあ、同棲しています、うん、相手は体は男だけど、うん、心は女、うん、そう、世間一般ではオカマと言われる人種の人です、うん、ああ、はい、もちろん、はい、ベッドも共にします。え、男の子2人で入るベッドって結構でかくなかったらぎゅうぎゅうですね。まあそうですね、まあその体積、物理的な問題置いておきまして、あ、そっちじゃなく、はい、そっちじゃなくてそっちじゃなく、はい、状況をちょっと判断してもらえればなと思いますんで。あ、そっか、はい、あ、よろしいですか。心は女性と寝てるってことですね、はい、まあそういうことですね、はい、まあそういうことですね、はい、まあもちろんベッドも共にします、はい、付き合いだし、あ、だから付き合ってんだ、へー、すごい、だから同性の、まあ、うん、オカマとされるね、人と付き合ってますと、うん、はいはい、うん、付き合いだして2ヶ月が経ちましたが、うん、はい、なぜか最近、うん、友達が減ってきました。なんで、なんでだろう。あ、マサトさん、これってありですか、うん、僕に聞いてます。なんか飛び越えた、友達減った理由はね、聞きたいですけどね、本人に聞きたいですね。まあちょっと家庭で、じゃあちょっとね、いろんなパターンで話していきましょうか。じゃあこれは、うん、ちょっとじゃあ池田ちゃんから聞いてみましょう。そうしましょう、はい、そうしましょう。池田ちゃん、はい、ちょっといいかな。そうですね、またなんか驚きなあれなんですけど、すごいよこれは、びっくりですけど、うん、でもやっぱお互いが納得して両思いなら、はい、うん、まあありなんじゃないかなと。なんか今は同性愛とか、はい、やっぱちょっと偏見はありますけど、はい、そういうのもあるじゃないですか、はい、世間、はい、でやっぱ、まあ、普通に考えたらえってなっちゃって、その周りの友達もきっとちょっと変な風に見ちゃってるんだと思うんですけど、はいはい、でもまあ気持ちはどうしようもないかなと思うので、お互い愛し合ってるならまあありなのかなとも思いますね。ちなみにイキオちゃんが、はい、まあ、将来例えば結婚して、はい、子供ができましたと、はい、でその、まあ、息子にしましょう、はい、息子が実は同性愛者だというふうに言ったら同じことは言えますか。どうでしょう。ちょっと鋭い質問で申し訳ないですけど。鋭いですね、はい、ちょっとうってのあるかもしれないですけど、はい、やっぱ自分の子供だし、その気持ちを理解してあげたいなっていうのも思いますね、うん、優しい、優しい、そんな、なるほど、なるほどですね。ちょっとひかるちゃんに聞いてみようか。そうですね、うん、ひかるちゃんどうですか。偏見ダメですよ。逆に私はどちらかというと理解してる方だと思うので、はい、2丁目とか大好きで飲みに行くんですよ、はいはい、やっぱりコンプレックスに思ってる部分と、うん、だけどやっぱり止められないので、うん、やっぱり気持ちは女の子として男性が好きだったりするじゃないですか、うん、なので例えばそれで友達が周りから離れてくっていう友達なら正直いらないなと思います、うん、はい、分かる人は分かってくれると思うので、うん、そんなことはもう全然気にもしない方が、はい、はい、あ、つまり、まあ、同性愛は当然別に問題ない、うん、問題ないです。それは問題ない。ただし、はい、それに対して、友人が友達が偏見で離れていってしまう、これは良くないですね。ズバリそうですよね、はい、うん、はははは。っていうことはどうすれば、なんかありますアドバイス。はい、まあこの剛くんですか、剛くん32歳剛くんは、はい、あれなんですよ、友達が減っちゃって、まあ、今後どうすればいいかなっていう不安もあるんです。多分ショックなんでしょうね、うん、ちょっとだけショックですよ ね、まあ、離れていくと、まあ、それまでなんだなって思ってしまいますね。まあそうだよね、うん、押し付けてもしょうがないし ね、そうですね、うん、だから今の周りにいる人を大事にすればいいんじゃないかなって。はい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 、なるほど。ちなみに、ん？クイちゃん大丈夫かな？
今日のお昼ご飯美味しかった美味しかったですよ。美味しかったね、うん、はい、くしゃみ大丈夫かな。大丈夫ですよ。大丈夫かな、はい、うん、だね。ちなみにどうでしょう私ですか、はい、私はすごいあの強さん尊敬する。なるほど、うん、だってこのね、うん、もう最近じゃないですか本当に、はい、そういうふうに日本であの、はい、認められるようになったのって、はい、申請出せるようになったのも、はい、それをでも分かってる人と分からない人っているじゃないですか、はい、分かる分野の人ってやっぱり少ないと思うの、うん、それを理解した上で付き合って、うん、で付き合ってもう2ヶ月じゃないですか、うん、もうそんな人を、うん、要は嫌いになるような友達は、うん、はっきり言ってそれ友達なのかと、うん、ただネタで付き合ってたんじゃないのかなと、付き合い、友達付き合い、軽い、うん、と私は思うんですよ、うんうん、はい、うん、はい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 、なるほど、うん、まあ無論これ全然ありですよね。同性愛者っていうのはもう今やじゃないですけども、全然僕も友達はいますし、うんうん、全然ありだと思いますね。ありだと思います、はい、まあ、実際僕も、まあ、六本木あたり行くと、まあ、ニューハーフとされる女性が歩いてる、すごいいい女だなと、深く付き合ってみたいなって思う時もありますから。あ、一瞬付き合ったのかなと思いました。いや、まあ、あればあるって言いますけど、はいはい、ないんですけども、まあそう、まあ、機会があればまでありますから、うんうん、はい、だから別にいいんですよ、うんうんうん、別に誰からも言われることもなく別にいいと思うんです、もちろん、うんうん、だからこの友達、はい、友達が減っていきました。僕ね、うん、多分ね、そのせいで友達がなくなったんじゃないと思いますね、僕は。あ、詳しいこと書かなかったのは、はい、書いてないですけども、うん、別にそれで同性愛だから友達は減ったってわけじゃないと思いますね、多分。原因は違うところにあると。だっていないですよね、別に同性愛者だから僕私友達になりませんっていう人。結構逆に、まあ、こういう言い方したら失礼ですけども、うん、あ、そうなんだっつって、うんうん、まあ、ちょっとね、失礼かもしれないですけど興味湧いて、うん、友達になろうよ、飯食い行こうよ、うん、ご飯食べよう、飲み行こうってなるはずなんですよね、僕の中の物差しで言ったら、はいはい、っていうことは、うん、なんか違う、例えば友達のお金盗んだとか例えばですよ、例えば友達のお金盗んだとか、はいはい、うんうん、なんかそういう嘘ついたとか、嘘つきだとか、うんうん、なんかそうなんじゃないかな、だらしない感じ、うん、なんかね、だらしないもあるでしょうし、うん、なんか違う原因が自分にあるんじゃないかっていうことを、うん、今一度胸に手を当てていただいて、うんうん、それでやっぱりないなと、僕は友達のお金も盗んでないし嘘もついてないし、うん、空気も読んでると、お、自分勝手じゃないと、うん、ってなっていなくなってんだったらその友達は多いです、うん、間違いない、間違いないですっていうことは、はい、これは、まあ、まあ、つまりですね、わかんないです。だから剛くんが今こうやって友達が減ってきました、まあ、いかにも同性愛だから、うん、同性愛者だから、うん、友達が減ってみたいなこと書いてあるから、うんうん、一応もしそうだった場合は、うん、まあ、先ほどひかるちゃんが言った通りじゃないですけども、そんな友達はいらないって言い方じゃなくて、いらないって言うとまたツンケンした、うん、角が立つ話なんで、そういう風な人なんだなと思って接して、あ、はい、ライクな付き合い、ライクライトな付き合いで、うん、行きましょうと、うん、で本当にね、同じ好きでも、うん、ライクじゃなくてラブな人が、うん、ね、友達いればその人はガチな付き合いをしていくと、いいですね、うん、かなと思いますね。っていうことは、まあ、すなわち、はい、ライクじゃなくてラブだよ。おお、キューンってきますね、言い方がはいですね、うん、はい、どうですか、ライクじゃなくてラブだよと。いいんじゃないですか、ライクじゃなくてラブ、はい、ライクじゃなくてラブだよと、まあ、ハート入れたいですね、そこに。そうですよね、うん、これみんなちょっとあれですね、うん、はい、そうですね、結構来てますね、やっぱ共感してくれてますよね、でもね、やっぱり、うん、うん、っていうとこも分かるとかいただいてますからね。本当だ、はい、これでもね、つよしくんぜひうん、それ貫いてください。決して悪いことじゃありません、これは、はい、愛だもん、はい、そうですね。じゃあ皆さんいいですか、うん、ライクじゃなくてラブでいきましょうね、はい、はい、いいですか、せーの、ライクじゃなくてラブだもん、だもんだもん、どーん、ありがとうございます、イエイ。
なるほどですね。はい、いくよちゃん、どうでした今日は。もうなんかいろんな方がいるんだなっていうのは、はい、私まだ恋愛経験が少ないので、ちょっと私ももっといろいろ経験していきたいなと思いましたね。あのお付き合いした人数は大体どれくらいですか。好きな人の人数です。はい、お付き合い、やっぱぶっちゃけですから。ぶっちゃけ、ジョンさんぶっちゃけですから。ぶっちゃけですからね、はい、お付き合いした、うん、はい、今までですか。はい、うん、今2人です。おお、え、2人と今付き合ってるんですか。違います、違います。今はちゃんとお一人の方と。違う、そうじゃないです。ちゃんと2人と付き合ってるの。あ、違います、一途で、一途なので一人の方と付き合っています。ね、その人のなんか嫌なところってありますか。いや、まだ最近付き合い始めなので嫌なとこがまだ見えてないところで。キュンキュンしますね。今一番いい時ですね、じゃあ、うんうん、なるほど。いよいよ、でも今日本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ひかるちゃん、うん、どうでしょう。いや、うん、あ、分かるなと、共感できる、うん、やっぱみんな同じこと思ってるのかなとか、はい、やっぱ通るんだなとか、はい、懐かしいなっていうのもなんか、はいはいはい、昔あったなっていう、まあね、はい、中学校のね話がね、はい、うん、すごい楽しかったです。なんかもう終わっちゃったのかなと思って、うん、そう、あったよ。今生放送だから、はい、そうなんですよ。ほんとあっという間、ねえ、うん、ちなみに好きな食べ物は何ですか。食べ物ですか。はい、好きな食べ物。食べ物、そうですね、はい、逆に嫌いなものの方が、はい、お、なんでしょう。少ないので、おお、はい、ダメなものがほぼない。そうですね、なんて言うんでしょう、うん、一応もうめ食べれる、はい、食べ物であれば食べますので、はいはいはい、うん、はい、なるほど。じゃあ食べ物も男性も、うん、はい、選ばないと、私はと。そういうことですね。そういうこと、好き嫌いはありませんと。好き嫌いはありませんと。幅広いですね。幅広いとですね。ワールドワイドってことですね。はい。素敵。なるほど。うん、いや、久美ちゃん、どうでしたか、はい、第2回目ですけど。いや、なんか、だんだん、本当ね、深い。すごいね、来た。うん。手紙が。はい。久美ちゃんにも聞いてって言ってさ、やっぱね、見てんだよ。ちょっとでも、うん、どうですかって言われても、ねえ、答え…ボーッとくしゃみしゃみ、ね、そうですよ、リアルにね、うん、そう、どうか答えようかなって考えてたところ、事件はね、ここで起きてるんで。まあ、なるほど、はい、なるほどですね。まあ、でも次回はね、はい、よりお的確な、うん、答えをですね、はい、出していければと思ってます。そうですね、ちょっと、はい、青春系がいいですね。いいですよね、このさっきの中学校で、はい、で、はい、うんうん、はい、っていうね、キュンキュンする。ペンネームなんか内容はすごいキュンキュンするのに、うん、ね、ネーミングがね、ムクムク、ムクムクくんだ、もう少年って感じですね。うん、そうだね、うん、まあ、でもね、このぶっち上げ、はい、結構いろんなね、企画を皆さんからもいただいてまして、うん、はい、こういうのやってください、ああいうのやってくださいっていうのがあるんで、うんうん、まあ次回、またその次とか、はい、どん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 、楽しい内容盛りだくさんでやっていければと思います。はい、はい、なのでそろそろお時間がやってきたので、はい、ここで締めさせていただきたいと思います。それでは皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。イエイ。気づいてるな。
隠せ